どうも、サンセットスイッシュ、改め、スウィッシュでーす。今回ですね、アッキーが俺たちにちょっとやってもらいたいことがあるみたいです。一緒にやろうって。そうそうそう。おあの、ノンキンライダーっていう人がいて、ノンキンさんがモザイクかけるめちゃくちゃ好きなんですよ。これガチなんですけど、結構カラオケ行ってもいつも歌うんで。コードギアスが好きで。あ、そうですそうです。できればあのドッキリみたいな、本人が登場してサプライズみたいなとかってできたりしませんかね。それはちょっと待って、ちょっと待って。めっちゃ面白い。ちなみにどんなドッキリをその本人登場というのは、あの歌ってる途中で出てきてほしいんですよね。その結構後半、普通ご本人登場の時って割と前半の方で出てくるんですよ。ちょっともう絶対出てこないだろうぐらいのタイミングの後半で3人に出ていただきたいなって思ったんですけど。なるほど。いいじゃないですか。いいじゃないですか。いいですか。面白そうですね。やったー。金さんがもう少しで多分3バンドに着くと思うので、うん、楽しみですね。楽しみ。脳筋にドッキリをかけてやる。はい、そうです。あ、これです。脳筋さんがごめん、あの帽子かぶってる。あ、はいはい、はい、ジョニー・デップみたいな目がグラサンかぶってる。今じゃあ今また待ってもらってるわけ。そうです、うん、今あの社長と打ち合わせっていうことでちょっと嘘ついてるんですけど。あ、なるほど。なんかドキドキしてくるね。はい、じゃあそろそろちょっと行ってきます。お願いします。お願いします。アキ聞こえてる？アキちょっと踊ってみて。ちょっと踊ってくれてる。オッケーオッケー、聞こえてる。いいね。じゃあいよいよ俺たちも準備しますか。はい、はい、オッケー。ノンキンさんさ、コードギアス好きじゃん。ああ、そうやろ。歌ってよ、あれモザイクかける。ああ、全然いいよ。いい？いや、いいよ。もうじゃあ入れちゃうよ。うん、はい。ああ、ああ、ほーほー。ああ、ノーキンが歌い出した、はい、モザイクかけら。いや、ちょっとドッキリかけるのってそんなないやんか。こういう本人登場みたいなんて自分がやると自分がやると思ってなかったから。まあ、ルーシュです。これコードギアスファンの人にどう思うの。ごめんなさい。あ、緊張した。場所的には最終サビ、最後のサビの前にか。最後のサビ行きましょうか。最後のサビか。 OK。この扉の向こうに。オッケー、来た。行くぜ、行くぜ。
知らない、知らない、知らない、社畜だ、ほい、社畜だ、ほい、社畜だ。